こんにちは。今日この後の天気をお伝えします。西東日本は桜の映える青空が広がりそうです。後ろをご覧いただいているのは幕張の空模様です。まだ少し雲が残っていますが、この後も青空広がるところが多くなっていきそうですね。では早速お天気アイコンでも見ていきましょう。4月13日本日のお天気アイコンです。晴れのアイコン、特に西日本東日本のエリアで多く並んでいるような状況です。この後日差しの暖かさも感じられるエリアが多くなっていきます。ただ関東のエリアでは夕方頃ですね、雲が広がりにわか雨の可能性がありますので、空の変化には注意が必要です。そして北日本のエリアでは現在この時間午前中特にですね、雲が広がりにわか雨にわか雪となっているエリアがあります。北海道では雪が降っているエリアもあります。沿岸ほど風も強めに吹きますので、吹雪による視界不良などにも注意が必要となりそうです。以上、全国の天気をお伝えしました。それでは午後も頑張っていきましょう。